アブドゥルアジーズアイコールランアブドゥルアズイーズアイコールランはパレスチナのイスラム主義組織ハマースの幹部、指導者。ハマースの軍事部門と政治部門のうち政治のリーダーであり、創設者アフマドや新殺害後の後継指導者であった。イスラエルに対して同国が国家として存続することを一切承認しない強硬派の中心人物として知られる。 日本語では、ランティーシーとも表記し、報道等では、アブド・アルアジズ・ランティシと呼ばれることが多い。パレスチナのイブナで生まれ、生後間もない1948年に家族に伴われて、イスラエルの占領を免れたガザ地区に難民として移住した。エジプトのアレクサンドリア大学で医学を学ぶ傍ら、ムスリム同胞団に参加し始め、 医師の資格を取得した後の1976年にイスラエル占領下のガザに帰った。1987年にイスラエル軍車両の起こした交通事故で4人のパレスチナ人が死亡したのをきっかけにインティファーダが起こるとランティースイはヤシインラと共に後にハマースへと発展する組織を結成した。前後して数度の逮捕、拘禁と解放を繰り返し、 1992年に南レバノンに追放され、1993年に帰国すると再びイスラエル当局に拘禁された。解放後、イスラエルとの妥協を図るヤーゼル・アラファートラ、パレスチナ自治政府を厳しく批判したことから、1990年代後半に自治政府によって数度の逮捕と釈放を繰り返した。この間、 ランティスイは常にヤシーンを支える最高幹部として、組織を支える一方、ハマースのスポークスマンとして、イスラエルとの妥協を拒否する発言を行ってきた。特に2000年に始まるアルイコールアクサ・インティファーだと、呼ばれる大規模なパレスチナ人の抵抗運動において、彼のイスラエルに対する攻撃宣言が、ハマース過激派戦闘部門のイスラエルに対するテロ攻撃を喚起していると見られていた。 ランティスイは2003年6月10日、イスラエル軍がテロリストの排除を名目として行っているハマースラ、反イスラエル組織に対する暗殺作戦の標的となり、登場する自動車が、イスラエル軍ヘリコプターの攻撃を受けたが、多くの死傷者を出した攻撃であったにもかかわらず彼、自身は軽傷で済んだ。2004年3月22日、ヤシーンが、 同じヘリコプターによる暗殺作戦によって殺害されると、ランティースイは即日アリエル・シャロン首相を報復の標的とする全面戦争突入を宣言。翌3月23日にハマースの指導者に自ら就任した。最高指導者就任から1ヶ月に満たない4月17日、乗用車で移動中再び、イスラエル軍のヘリコプターによる攻撃を受け、 重症を負って病院に運ばれたが死亡した。ありがとうございます。